みんなでお出かけ、イエーイ。はい、ということで、前回の名古屋遠征同様、メンバーを一人一人、迎えに行きたいと思います。ででん、出た。まあ、今回ね、セイラが運転してくれるということで、よろしくお願いしますという意味も込めて買いました。昨日の打ち合わせ通りですね。イエス。はい、来ました。おはよう。声でかっ。ひろしくんです。また BGM だ。多分ひろしです。さあ、誰でしょうか。ででん、おはよう。やっほー。おはよう。ということで、4人目はだれーん。撮ってたのか。おはようございます。おはようございます。ラストメンバーは、じゃあ来ました、トキです。はい、来ました、トキです。来ました、勢ぞろい。これで全員揃ったということで、はい、本日はどこに行きますかっていう話なんですけど、とある場所にね、はい、まあ、目的があります、今日は。はい、ですので、はい、皆さんも楽しみにしててください。はい、じゃあ行きますか。はい、一回出発。よいしょ、せーら、よろしく。これをつけると明るくなる。で、これで多分ちょうど回ってる。はい、2カメです、これ。徐々に進化してるからね、カメラが。うん、俺も持ってる。後部座席です。後部座席チームです。こういうの使えるじゃん。これができるか。これ1カメ。視聴者の皆さん、おはようございます。配信ライブみたいな。いいね。まだ出発して20分ぐらいですね。広い車だといいね。いい、いいね。めっちゃ楽。いつもあのオンボロの車だったやめたね。出してもらったのに。今日はみんなのためにレンタカーしたいじゃん。そうだよ。そうね、クラス欲しいね。海行きたいね、みんなね。うん、行きたい。バーベキューしたい。でもちょうどね、今から向かうところ海が近いから。うお、あ、そっか。あ、揺らす揺らす揺らすな、揺らすな、男。あ、ごめんごめん。めっちゃ体勢きついやこれ。テルマエロマエ。やめろお前。どんぐりボーイ。どんぐりボーイ一番やだわ。藤岡弘。それまた違うやん。髪長いとか俺やん。それ自分やった。片幅弘。それ弘やん。まだあと1時間半ぐらいあるからね。目的地まで？あ、1時間だったわ。長いな。あと1時間。あと1時間。1時間切る。電車で行っても1時間かかるもんね。庄司んち行って、庄司がなんかそのクレヨンしんちゃんとか、まあその流し見よくするじゃん。見てる見てる。で、あの庄司がさ、俺なんかあんまこういうのちゃんと見ないんですけど、だいたい流し目してるんですよ。流し目で見てるんですよね。でもテレビに向かってカッコつけすぎだろ。あ、質問行きたいね。のリアクション行きたいね。セイラとかめっちゃリアクションしそうやけど。確かに男を目でるんじゃない。セイラのね、何言ってるか分からない。何言ってるか分かんないっていうのは、あのセイラがライブでビューティフルの、最後らへんの時になんかそう煽るがいつも煽るね。その時にいつもテンション高いのだけは分かるけど一言も聞き取れないっていう、問題が起きてるんですよね、ノーネームの中で。あれ聞こえてるのかな。あれお客さん聞こえてんのかな。そう、聞き取れてたらね、言ってほしいよね。こっち側からしたら英語なのか日本語なのか、うん、分からない。俺らから聞こえたのは、うん、しかもちょっと毎回血余りなんよ。そう、あのね、あと喋りすぎ。あれ普通に喋ってるもん。毎回行きますよね、書き消しに行くの申し訳ないもん。間違いない。あとはあれやな、もう一度出会えるなら、セイラが言えるか言えないか問題。その毎回。しかも、飽きてる、セイラ。来るよ。別個ちょっと怪しいもんね。これね、どうなんだろうね。ああ、これ確か、50テイクくらい撮ったんじゃない、多分、ここ。もっと撮ってる。もっと撮ってる。もっといってる。なんなら、デモの段階含めたら100超えてるよ。
やばい、俺アラウンド聞くといかんわ、少女のあれ思い出すわ。まあライブ映像も楽しみ。コーナーの曲がり方手の振り方怖いわ。もう後ろで手の回るやつ。昨日元気もらったもん、なんか俺あそこ切り取ってほしくなかったわ。あれは使わずる俺ない。何ってあの回ってるところあんまピント合ってないのに、あの庄司すっごい回ってるので。ちなみにあの左のカメラも右のカメラも庄司を撮ったから、ね、みんながいいってやつなんか。セーラーセーラーライブでは事件起こしすぎだよな。その後入りづらいから俺。みんながいい。あなんだわ。いつかの単独であったね。その後はどうなの、みんながいいの、やっぱり。そうだね、でももうやめた。心の中だけど一人に絞る、やっぱり一人に絞った方がいいよな、あそこは。自分のパートで一番好きなとこ行ってこじゃん。いいね、いいじゃん。ライブでさ、リーダーらしいこと初めて言ったかもしれない。いや、どんだけ俺ないの。どれだか結構作った方や。何の曲とかあります？いや、なんでもいいよ、だから自分の好きなパート。今までやってきて、だけどここライブで注目して聴いてほしいみたいな。ああ、これあるな。じゃあ、つらか言ってこうか。うん、言ってないやん。そう言われてパッて出たのは、モンスターのロッカーやと思う。あー、あそこセーラー開花した時だよね。覚醒した時だよね。確かにね。まあ、あれはあれで事件ありますけど、いろいろ。成功率だね。もちろんのことですけど。じゃあ、時計回り行ったら俺か。はい、俺はもう間違いなくサンライズの Can you hear my voice? だよね。うわー、100% そうだよね。あそこはマジ自分の声が一番好き。100% そうだと思う。めちゃくちゃナルシストやん。生体ナルシスト。あそこめっちゃいいよな。俺クルージングの、ね、ラップ普通に今全部、うん、全部好き。247って言うじゃん、うん、あれってさ、よくラッパー使うけど、どういう意味？あれは24時間と1週間だから、オールデイ。あ、そういうことね。エブリデイ言い回しがそういうだけなんだ。そうそうそう。こっちからどうじゃん、すぐ揺れてんなと思って。今、トッキーの説明とか、正直全部手やるさから、もう使いよう。もう一回しない。 あ、ごめん、もう一回お願いします。247って言う。やっぱやめとこう。寒い。すげえ揺れる。タオルとかないの？タオルとか。タオルはないな。あ、いいじゃん。いいね、いいね。お、止まった。お、止まった。じゃあ最初からいきます。みんなはめちゃくちゃと収まればどっちが好きなんだろうね。うわ、難しいんじゃない？結構分かれるよね、あそこは。え、じゃあ待って、めちゃくちゃだったら上、親指。サマーラブだったら小指。合コンか。めちゃくちゃはめちゃくちゃ親指。あの、小指がサマーラブで。じゃあ、もっとお願いします。はい、いきます。せーの。お、どっちどっちどっち、あれ、どっちだ。少女、あの、紛らわしい。こういうことなんですよ。癖強いです。あれ、どっち。俺だけめちゃくちゃ、あと全員サマーラブ。はい、じゃあ、グイーン。はい、グイーン。やっぱ合コンだった。でもなんかめちゃくちゃの方がなんか若く感じる。若い。サマーラブの方が大人に感じる。めちゃくちゃの時俺。そうだよ。で、あの、ウド鈴木みたいな。めっちゃ気づかれてますけど。たとえそれしかなかった。そう考えたら、誰が一番、あ、トッキーか。でもやっぱ髪色が一番変わってるの。そうだね。NV で。いや、セーラーもなかなか。セーラーも結構。セーラー毎回変えてるよね。アツヤもか。毎。そう。アツヤもだね。あ、でもアツヤも結構変える。あれはもうバッと一緒よ、黒。それはもういいって、もう分かってる。そんなん分かってる。出ちゃう。出ちゃう。あのね、最近セーラーね、あの、口元へすんだよ。口元へすんだよって言ったら俺らがすごいヒトラーみたいなんだけど。あのね、なんて言うんだろう、なんかね、か細かいとこ突っ込んでくる。例えば、その、コーヒー買ってきてセーラーに行って、で、それで、なんか、微糖かブラックどっちみたいな。なんて、いや、微糖でしょみたいな、普通に。はいはいはい。普通にいつも微糖飲んでるやん、みたいな。はい、いや、でも今日の気分はどっちか分からへんやん。そういうことだよね、だから。なるほどね。ヘリクツっていうかな。ヘリクツだね、ヘリクツ。ヘリクツは、ね。ああ言えばこういうタイプ。ああ、100% やね。だから最近もセーラーが喋りやすくて、あ、出るよ、出るよ、みたいな。で、セーラーも、ああ、じゃあいいや。拗ねて終わるっていう、最近のパターン。あと、セーラー最近あれやね。ボケるやん。ボケて拾われないと思ってボケたとこを拾われると顔真っ赤にする。マジめっちゃわかる。でもそれで言ったら最近さ、庄司がさ、マジで真顔で言うの、普通に。真顔でなんか普通のこと言って、めっちゃ普通のこと言うの。で、みんな普通にスンってしちゃって、え、何って聞いたら、
今の僕やで。それ俺結構ジャージャー来てた。最近めっちゃ多い。一番辛いね。強いね。マジの間違いで普通に言って、うん、今の僕だからみたいな。うん、ボケのせいにする。あ、逃げてるよね。そう、逃げてる逃げてる。ボケ逃げてるって。自分でボケ取ってる。もう海に近づいてきたじゃん。あとね10分です。おお早い。そういうので言うと最近あつやクソポンポンやけど。なんだっけこの話した方がいいんじゃない。じゃあその言いたかったのが、なんだっけ。でもさ、うん、ファンのみんなってさ、うん、ってこう言いたかったの、うん。でもそのなんかわかんないけどこのファンっていう言葉のファンがすっごい前に出てっちゃって、うん、めっちゃマジな顔で、でもファン。あれマジでマジで今年使われたよみたいな。マジファーやでもファーってあれ本当にいかんかったわ。一生真面目に並んでほしいよ。あの日から3日間ぐらいアツヤの滑舌バグってたもん。ずっと次の日はライブだったんだし。あ、そうそうそう。なんかそこでもなんか MC でも噛んでたよね確か。嘘。うん、 MC はトキが噛んでた。俺がトキはマジで噛む。違う、トッキー噛んだ後のダメージ受け方がね独特だよ、毎回。話した方が絶対楽だろうね、もうすぐ。はい、江ノ島着きました。江ノ島着きました。さあ、とりあえずなんか食いたいよね。食いたいね、お腹すいた。ちょっと歩きながら探しましょうか。そうだね、うん、足元気をつけてね、好感度めっちゃ上げに。ガンガン江ノ島旅に、イエーイ。負けた人がレモネードスカッシュ全員。最高最高。でも味がすごくまずい。はい、クズです。これマジで食べよ。俺めっちゃ綺麗。ヒロシの顔。俺の顔。果たして脱落者は出るのでしょうか。こうご期待。